目覚めたか。よかった。あれほど倒れる前に言えって言ったのに。分かってたんでしょ、言っても聞かないことくらい。幸せそうな顔しちゃって。あのさ、エステリーゼってあたしをどう思ってると思う？で、なんて顔してんのよ。自分がどう見られてるかなんて気にしてないと思ってた。もういい。あっち行って。術式なんぞよりこいつは難しくないぜ。油断したらダメですよ。治ったと思った頃が危ないんです。もう大丈夫よ。あとプラスティア使うフリもうやめていいよ。何のことです？ブラスティアなくても治癒術使えるなんてすげえよな。どうしてそれを。なんだ。あ、バカドラ。リタ、大丈夫ですか？あんたって怖っ。すごい音がしたけど、どうしたの？って、うわぁ！何？何なの？大事な話の途中だったのに。エステルの治癒術に関しては、とりあえずここまでな。別にいいわよ。私は大体理解したし。なに、悪いようにしないって。俺、そんなに悪いやつに見える？見えるわ。ちょっと、僕だけ仲間外れなの？何のことだよ！教えてよ！ま、帝都までの道中は気をつけてな。はい。忘れ物とかないだろうな。後から思い出してまた迷惑かけんなよ。忘れていったらユーリが届けてください。バカ言ってんな。さっさとフレンとこ行くぞ。そこまでは送ってやっから。 あのユーリたちはこの後どうするんです？そうだな、ブラッドアライアンスの足取りも途絶えちまったし。だったらこの先にあるダングレーストはダメだ。今戻ったらみんなにバカに。ダングレストっていうと確かギルドの町だったよな。うん、だからブラッドアライアンスの情報も見つかるかもなって。ここからだとどっちだ？西に行けば着くけど。なら行くか。ギルドを作るにしてもいろいろと参考になるだろうし。え、ギルドのために？なら行こう。ああ、
敵士いないじゃない。このまま僕らについてくる？そうですね、そうしてもいいです。カロル、お姫様をたぶらかすな。勝手をされては困ります。エステリーゼ様には帝都にお戻りいただかないと。フレンは別の要件があり、すでに旅立った。さて、リタ・モルディオ、君には昨日のブラスティアの暴走の調査を依頼したい。あれ調べるのはもう無理。あの子今朝少し見たけど、結局何もわからなかったわ。いや、ケーブ・モック大森林に行ってもらいたい。ケーブ・モック大森林か。暴走に巻き込まれた植物の感じ、あの森にそっくりだったかも。最近森の木々に異常や魔物の大量発生、それに凶暴化が報告されている。帝都に使者を送ったが、優秀な魔導士の派遣にはまだまだ時間を要する。私の専門はブラスティア、植物は管轄外なんだけど。エアル関連と考えれば管轄外でもないはずだ。それに私はエステルが戻るなら一緒にテートに行きたい。え？君は帝国直属のブラスティア研究所の研究員だ。我々からの仕事を請け負うのは君たちの義務だ。それじゃあ私がその森に一緒に行けば問題ないですよね。姫様、あまり無理をおっしゃらないでいただきたい。エアルが関係しているのなら私の治癒術も役に立つはずです。それは確かに。お願いです、アレクセン、私にも手伝わせてください。しかし、危険な大森林に姫様を行かせるわけには。それならユーリ、一緒に行きませんか？あ、俺が？ユーリが一緒なら構いませんよね。青年、姫様の護衛をお願いする。一度は騎士団の門を叩いた君を見込んでの頼みだ。何でもかんでも勝手に見込んで押し付けやがって。その返答は承諾と受け取っても構わないようだな。ただし俺にも用事がある。森に行くのはダングレストの後だ。いたしかたあるまい。閣下、この結果をフレンは予期していたようだな。うん？フレンがどうしたって？エステリーゼ様を頼む。フレンからの伝言だ。よし、じゃあダングレストの町経由でヘブモック大森林だね。君にやってもらう仕事ができた。騎士団長のアレクセイって人が話のわかる人でよかったね。私ももっと頭の固いイケスかないやつかと思ってたわ。ユーリは面識があったんです？俺の方からは知ってたけど、向こうはこっちを知らなかったんじゃねえか。騎士団にいた時期なんてすごく短かったんだからな。どういう人なの、あの人？厳しいところはあります。でも帝国騎士の鏡のような人です。彼に憧れて騎士になる方も多いとか。俺とは縁がなさそうなやつってことは分かったわ。
ちょっと聞きたいことがあるんだけど。はい、何です？どうかしたの？さっきのもう一度言ってもらえます？だから聞きたいことがあるんだって。その前です。エステル、やっとそう呼んでくれるようになったんですね。ちょっとみんなに教えてきます。まあ、いっか。ここがダングレスト、僕のふるさとだよ。にぎやかなとこみたいだな。そりゃあデートに次ぐ第二の都市で、ギルドが統治する街だからね。もっとジメジメした悪党の巣窟だと思ってたよ。それってギルドに対する偏見だよね。ブラッドアライアンスの印象が悪いせいですよ、きっと。僕まで悪党なのかと思ったよ。あんたが悪党ならこいつはどうなんのよ。それもそうだ。さてバルボスのことはどっから手つけようか。ユニオンに顔を出すのが早くて確実だと思うよ。ユニオンとはギルドを束ねる集合組織で、五大ギルドによって運営されているですよね。うん、それとこの町の自治もユニオンが取り仕切ってるんだ。でもいいわけ？バルボスのブラッドアライアンスって五大ギルドの一つでしょ。ってことはバルボスに手出したらユニオンも敵に回るな。それはドンに聞いてみないと。なんとも。そのドンってのがユニオンの親玉なんだな。うん、五大ギルドの元首アルトスクを束ねるドン・ホワイトホースだよ。んじゃそのドンに会うか。カロル、案内頼む。ちょっとそんなに簡単に会うって、僕はあんまり。お願いします。ユニオンの本部は町の北側にあるよ。
あんた何してんの？何って？ああ？そこにいるのはカロルじゃねえか。どの面下げてこの町に戻ってきてんだ？なんだよいきなり。おや？何の姿が見えないな。ついに見放されちゃったか？違う。いつもしつこいから僕があいつから逃げてるの。これがあるからダングレスト行きを最初嫌がったんだな。あんたらがこいつ拾った新しいギルドの人？相手は選んだ方がいいぜ。自慢できるのは所属したギルドの数だけだし。あ、それ自慢にならねえか。カロルの友達か。相手は選んだ方がいいぜ。なんだと？あなた方の品位を疑います。ふざけやがって。あんた言うわね。ま、でも同感。言わせておけば。あ、何の音？やっべ、また来やがった。行くぞ。継承、魔物が来たんだ。魔物って、まさかこの振動、その魔物の足音だとすると、こりゃ大群だな。まあ、でも心配いらないよ。最近やけに多いけど、ここの結界は丈夫で、破られたこともないしね。外の魔物だって、ギルドが撃退。結界が消えた？一体どうなってんの？魔物は来てるのに。ったく、行く場所行く場所、厄介ごと起こりやがって。なんかついてんのよあんた。かもな。ユーリ、魔物を止めに行きましょう。次の来るぞ。
こんなにたくさんの魔物、どうして？油断は禁物です。解けよ。ガオー撃。悪災人。悪災。悪災人。このままじゃ切りないわよ。全身に力が。来た途端に結界が消えるって、この町一体どうなってんだよ。生まれた時からダングレストにいるけど、こんなこと僕も初めてだよ。その初めてがなんで私らが来た時に起こるのよ。僕に惹かれたってわからないって。おいおい、なんかついてるなんて話本気にしてんじゃねえだろうな。Ya, pesan buat saya ya. Pesan dari saya, kok buat saya. Jangan mabuk-mabuk, tolong. Jangan minum alkohol. Dosa. Hei, neraka menunggu. Dosa apa? Di saat orang panik dia malah mabuk-mabuk. Biawa. Mau teukure desu. Nante hidoi.ちょっとどいて。これならなんとかなるかも。リタ危ない、後ろ。結界は直させんぞ。ったく、ほんと次から次に。もう
飛ばしていきますか。進撃いくよ。マスナイガローゲ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 乱暴なことしやがる。シルト・ブラスティアの不調はこいつらの仕業かよ。でもどうして。こっちも大変な騒ぎだね。なんだ、ドンの説得はもう諦めたのか。今はやれることをやるだけだ。それでシルト・ブラスティアの修復は。天才魔導士様次第ってやつだ。コアは残ってる。術式はじっと止めただけね。増幅器。それにまたこの術式、エフミドの丘のと同じ。魔物の襲撃と結界の消失、同時だったのはただの偶然じゃないよな。おそらくは。お前が来たってことは、これも帝国のゴタゴタと関連ありってわけか。わからない。だから確かめに来た。それが、これがこう。リタ、よし、外の魔物を一掃する。外ならギルドも文句を言うまい。魔物の方はフレンに任せて、俺らはユニオンにバルボスの話を聞きに行くぞ。フレンのこと信頼してるんですね。他が信頼できないだけの話だろう。比較の問題ってやつだな。時々ユーリの言うことは難しいです。ダングレストの雰囲気ってテートとはまるで違いますね。なんか街全体に活気があって、みんなが生き生きしている気がします。そりゃあね、ギルド最大の街だし、みんな信念持って生きてるから。エステルはダングレストは好き？はい、すごくいい街だと思います。ユーリは？あ、結界が消えたりしなけりゃすげえいい場所なんじゃねーの。またそういうこと。冗談だよ、悪くねえと思うぜ。少し下町に雰囲気似てるし。なんだお前たち。ドンに会って話したいことがあるんだ。取り継いでくれ。五大ギルドに関係があることなんだ。見ない顔だな。どこのギルドだ。どこってどこでもないけど。あいにくドンは魔物の群れを追って町を出てったぞ。魔物の群れを。ああ、魔物の巣を一網打尽にするんだと。なるほど、教えてくれてサンキューな。ああ、ドンの手伝いをしたらドンに認めてもらえて。しょうがねえな、町で情報を探るか。え、ドンの手伝いに行かないの。魔物の巣の場所知ってるのか。あ、そっか、手詰まりみたいだし、私警部モックの調査に行ってくる。そんな勝手に。面倒な仕事はさっさと終わらせたいの。けどそれならエステルも一緒ってこと。そうですね、アレクセイにはそう言いましたし。大丈夫ですよ、二人でもちゃんとやれます。そうもいかねえだろう。怪我でもされたら俺がフレンに殺される。いいのユーリ。あ、有力な手がかりもねえしな。なら決まりですね、ケーブモック大森林に行きましょう。ケーブモック大森林とは偶然ってあるもんだね。
ば、フレイは何をしにダングレストまで来たんだろうね。帝国とユニオンは基本的に仲悪いから、騎士が来ることなんて滅多にないのに。ただの観光なわけはねえからな。当然なんかの任務でってことだろうよ。フレン大丈夫でしょうか。ギルドの人たちの風当たりは強かったみたいですし。その程度でつまずくほどあいつはデリケートにはできちゃいねえよ。なんせ騎士になるまでずっと下町で育ってきたんだからな。そうだといいんですが。どのような人物なんです？とにかく大きい。声も体も態度も全部が。見た目の話ならしなくていいぞ。俺らもう姿だけなら見てるから。だとするとそうだな。とにかくすごい人なんだよ。わかったか、エステル。カロルがドンを尊敬しているのはなんとなく伝わってきました。あとはちょっと。だからドンは言葉で言い表せないくらいすごいってこと。まあそういうことにしとこうぜ。けどここまで成長すると逆に不健康な感じがすんな。カロルが言ってた通りね。ヘリオードでブラスティアが暴走した時の感じになんとなく似てる。気をつけて。誰かいるよ。よっ、偶然。こんなとこで何してんだよ。自然観察と森林浴って感じだな。うさんくさい。あれ、歓迎されてない？本気で歓迎されるなんて思ってたんじゃないでしょうね。そんなこと言うなよ。俺役に立つぜ。役に立つってまさか一緒に来たい？そうよ、一人じゃ寂しいしさ。背後には気をつけてね。変なことしたら殺すから。な、俺ってばそんなにうさんくさい？ああ、うさんくささが全身からにじみ出てるな。どれどれ？
余計な真似したら俺何するか分かんないんで、そこんところはよろしくな。改めて言うことじゃないけど、おっさんマジでうさんくさいんだけど、どこまで一緒に来るつもりなんだろうね。ケーブモックの森に用があるんでしょうか。とか言われてるけど、なんか答えられることねえのか。ん？そりゃどこまでもついていきますよ。それと森に来た理由は本当の自分を探すためって言ったでしょ。あんたがさっき言った理由は自然観察と森林浴でしょうが。あれ、そうだっけ。そう頻繁に記憶が飛ぶんじゃ自分も探したくなるわな。そういうこと。本当にうさんくさいね。まあ俺のことは気にせずによろしくやってくださいよ。どうします？おっさん、なんか俺らを納得させる芸とかないの？俺を大道芸人かなんかと間違えてない？ジェイジェイ、こっち来て。え、僕？ん？カロルはどうしたんだ？頑張れ少年。くそー！もういやー。もうそろそろかね。うわ、中で爆発した。何したんです？防御が崩れた瞬間打ち込んで中からボン。まったく悪趣味な芸ね。いいんじゃないでしょうか。いいのか。ええ。ま、いお、合格。ま、マジで。そばに置いといた方が下手な真似しやがった時にいろいろやりやすいしな。おいおい、いろいろって。それもそうよね。なんか背筋が寒くなってきたんだけど。それならよろしくお願いします。はい、よろしく。それにしてもカロルのあの驚きをちょっとないわね。誰にだって怖いものの一つや二つあるでしょ。私にはそんなものない。嘘ついちゃ嫌よ天才魔導士少女。おっさんだって怖いものあんだから。なんだおっさんの怖いものって。おっさんは美女が怖い。何それ。はいはい、
リタ、正直になった方がいいぞ。いざという時、守ってやれるだろ。誰があんたの他に。自分の身は自分で守るってのは。こういうのに限って結構怖いもんがあんだよな。ぐっつーんだ。ちょっと終わらせようぜ。解けよ。それ、ピン。水上他の者に与えスプラッシュ。ま、こんなもんね。していきますか。なかなかの強敵だったけど、ま、あんなもんだろう。あんなもんじゃないよ。あんなでかい魔物を倒せたんだよ。落ち着けって、そんなにはしゃぐなよ。ユーリこそもっと喜ぼうよ。あれ、エステルどうしたの。座り込んで。二人とも、なんでそんな元気なんです。なんだ、腰でも抜けたか。私、大きな魔物を前にドキドキで、もう戦ってる時はあんなに元気だったのにな。だって戦ってる途中にこんな風になったら迷惑かけちゃいますから。しょうがねえな。ほら、手貸してやるから。あ、ごめんなさい。さてっと、次はどんな奴が相手か。ま、何でも来いってところか。次はもうなしにしたいです。あれ、やだな、ユーリ。本当は戦う気力満々なんじゃない。
こえなかった？うちをどこへ連れてってくれるのかな。この声どこかで。パーティー。何、おなじみさん。助けなきゃ。あーほいほい、俺様にお任せよっと。当たりました。ナイスキャッチなのじゃ。でやっぱりアイフリードのお宝ってやつを探してるのか。アイフリードのじゃ。嘘くさ、本当にこんなところに宝が。誰に聞いてきたのよ。測量ギルド天地の穴蔵がいろいろと教えてくれるのじゃ。連中は世界を回っとるからの。それでラゴーの屋敷にも入ったってわけ。結局何もなかったんでしょ。 100% 信用できる話の方が逆にうさんくさいのじゃ。ま、確かにそうかも。あんた 100% うさんくさいわよね。ひどいお言葉。とりあえずうちは宝探しを続行するのじゃ。一人でうろうろしたらさっきみたいにまた魔物に襲われて危険なことに。あれは襲われてたんではないのじゃ。戯れてたのじゃ。多分魔物の方はそんなこと思ってないと思うけどな。パティ後ろ。つまり一人でも大丈夫ってことか。一緒に行くかな。せっかくだけどお宝探しはまたの機会にしとくわ。それは残念至極なのじゃ。でもうちはそれでも行くのじゃ。さらばなのじゃ。行っちゃった。本当に大丈夫なんでしょうか。本人が大丈夫だって言ってるんだから大丈夫なんでしょう。だといいんだがな。あ、気にしても仕方ねえ。俺たちも行こうぜ。